なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。ファー、はい、負けてしまいました、そして、交流戦初優勝が消滅してしまいました。悔しい。まあだけどね、終わったことは仕方ない。私はね全然怒ってないですよ。ブラックキャサリンを期待した皆さん残念。もうね、私も大人なので、昼からお酒を飲んで、吹き飛ばしました。はい、それでは振り返っていきましょう。まずは今日のキャサポ。初回、三ツ又さんのエラー。三ツ又さんは大好きですし、その後のね、意地の2安打も本当に見事だったんですけど、でもね、このエラーはね本当に痛かったな。というわけでキャサポに選びました。はい、以上。続いて今日のキャサ盛り、ワンサイドになりそうな展開の中、先頭ツーベースで口火を切った福留さん、キャサ盛り。ネットに激突しながら、ファールフライを取った直光さん、キャサ盛り。同じくネットに飛び込みながらファールフライを取ったビッシー、キャサ盛り。そしてね、そのビッシーを持ち上げてくれた西武ファンの方にもキャサ盛り。タイムリー含む2安打、木野拓さん、キャサ盛り。そしてね、桂選手、今シーズン第1号ホームラン、キャサ盛り。はい、以上。厳しい試合でしたね今日は。ネット上でね、岡野くんを罵倒するコメントが多数あったんですけど、個人的には岡野くんのせいだとは思ってないし、また次の試合でもね、先発でチャンスを与えてあげてほしいなと思います。あ、一応返信しとこうかな。こんばんは、ブラックキャサリンと申します。言いたいことを言います。今日はね、初回の守りが全てでしたよね。今日は岡野くんにとっては開幕戦なわけですからね。でましてや交流戦とはいえ、優勝争いの大事な一戦で、そんな中で、先頭を、取るのか出すのかでは天と地の差がありますよね。でそれを、エラーという最悪な形で出してしまった、もうこれが全てです。結果論と言われるかもしれないけど、あのショートゴロをしっかりアウトにしていたら、全く違う試合展開になっていたんじゃないかなと私は思います。これが雄大くんや柳くんだったら、あのエラーをカバーしてあげてよってなるんですけど、今日のシチュエーションで、岡野くんにそれを言うのは酷すぎると思います。当然三ツ又さん自身も分かってるだろうし、相当悔しい思いをしたでしょう。なのでそういう意味では、その後の2安打で、少しでもお返しできたっていうことは良かったと思いましたね。そしてワンアウト2、3塁になってからのウー選手の時ね、なんであんなにインコースにこだわったんですかね。
初球はアウトローのボールで、その後6球連続でインコース。ウー選手もね、ファールで逃げながら、しっかり触れていたし、で、だんだんフェアゾーンに近づいてきてたんですよね。でそんな中で、最後までインコースを要求していたのが、もう私には全く分かりませんでした、誰か意図が分かる人がいたら教えてください、とにかく最後までインコースで行って、ファースト内野安打、ギリギリのプレーだったけど、グラブに当たったなら取ってほしかったなと思ったりもしました。でもこれが流れっていうやつなんですよね。その後満塁になってからのスパンジェンバーグ選手の、レフトオーバーのタイムリースリーベースも、そう、福ちゃんも懸命に追いかけてジャンプしたけど、あとちょっと届かずに、取れませんでしたね。そしてその次はアイト選手のライトへのポテンヒットね。ポテンヒットが高松くんの暴投で、一気に三塁まで行かれてしまいました。昨日の最後のシーンもあれだったけど、ちょっと守備が危険ですよね、決して安心して見てられません、とにかく、流れに飲み込まれてしまいましたね、岡野くんは。はい、以上。昨日の動画の最後に野手陣で岡野くんを助けてあげてねって言ったんですけど、真逆の展開になってしまいましたよね。結局4回まで投げたんだけど、失点はその初回だけだからね。私は全然楽勝で、もう1回チャンスをあげてもいいと思います。そしてその時に三ツ又さんなり高松くんがね、盛り上げてね、岡野くんに勝ちがついたら最高だと思います。今日はね、初回の西武の猛攻を受けて、こっちも怒りマックスになってしまって、昼間からお酒飲んで気持ちを落ち着かせてたんですけど、このままだとね、私アル中になっちゃうから、明日は頼むよドラゴンズ。交流戦、優勝はなくなってしまったけど、最後ね、いい形で勝って、リーグ戦に戻っていけるようにまた明日頑張りましょう。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。する竜の叫びを耳にして、戦う中日夢強く、僕らをじんとしびれさす、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。僕もあなたも願ってた、祈る気持ちで待っていた、それは一言優勝だ、与田監督の胴上げだ、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃え